皆さん、こんにちは。いつもの自慢うすけ t v ご覧の皆様、えー、お世話になっております。えー、本日も、えー、新聞赤旗の方、えー、紹介の方をしていきたいと思います。はいえー、1月14日付の新聞赤旗でございます。えー、一面の方は、えー、簡単に起こりました能登半島地震の様子を えー、赤旗の記者がですね、現地に赴きまして、えー、紹介をしていると、えー、取材をしているというような、えー、記事となっております。まあこちらの方、えー、現地の方の声をね、えー、直接。 聞いて、知事の方が調査が載っておりまして、まあ、やはり感染症が、ね、広がりつつあると、インフルエンザやコロナなんかが、ねえー、その避難先で広がっているとかいうような情報だったりとか、まあ、あと水が足りないとか、そういうようなことだったり、あとガソリンとかですね、そういうエネルギー的なところも足りないというような、ね、現地の声がたくさん聞かれております。まあ、あと、えー、やはり プライバシーがね守られていないとかダンボールベッドも足りないなんていう話もね、えー、現地の声,声として届いているところでございますまあ、こちらの方一件一件本当に様々なね、えー、様子が伝わってくる記事となっておりますのでまあ、こちらの方はぜひ見ていただきたいと思います まあ、関連しまして、日本共産党では、ねえー、これまで6800万円ほどの、ねえー、募金の方集まりましたので、えー、そちらを全額です、ね、被災地に届けたというようなことが、えー、この間、発表されております。 まあ現地調査の方にに、ね、国会議員の井上議員なんかも向かってるというようなことで、まあ、できることを、ね、まずはやるというところで、えー、共産党の議員も、えー、現地の議員も頑張ってるというところでございます。まあ、私もできる範囲で何かやれることをやるというところでやっていきたいというふうに思っております。えー、そして2面の方はほうは、まあ、この間の、えー、続きまして、裏金報道の方裏金事件の問題の方ですね。えー、ついに現職の、ね、国会議員議員員池田が今 今回ね、逮捕されました、えー、岸田政権では、ね、実に3人目ということで、ねえー、柿沢議員だって、だ、えー、法務副大臣、えー、そして秋元、えー、外務政務官が逮捕されて3人目ということで、ね、本当に、えー、どういうこっちゃというような話でございます普通に、ね、企業だったらこんな3人も、ね、まさか会社で逮捕された人がいたなんつったら大変な事件だと思うんですけどもこの岸田政権ではなんと3人目が逮捕されたと。 いうようななとところの報道記事となっております、えー、そして3面の方はですね、えー、この人に聞きたいということで、第1回は原田正彦さんですねあの、長野五輪のジャンプ団体で金メダルを取った原田さんでございます。まあ、有名なのはやはりあのジャンプ終わった後にね次の、えー、ジャンプを控えていた船木選手に対しまして、船木って言って声をかけてるし、なんかが私も幼少期によく見た。えー シーンでございました。まあ、この間のね、えー、生まれた時から、まあ、なぜジャンプを、ね、始めたかとか、そういうような記事が載っておりまして、まあ、面白かったのは万能、まあ、少年として近所で有名だったとかですね、まあ、あと上川ジャンプ少年団では、まあ、小学校ジャンパー、すごい小学生ジャンパーがいるみたいな。 ことが、えー、噂にななってるみたいなのをご自分でねおっしゃってるので、本当に面白い記事となっておりましたので、まあ、こちら、続いていくそうなので、ぜひ読んでいただきたいなというふうに思います。うん えー、そして4面5面の方はですね。この間まあ、今まさしくですねえ。第29回党大会が日本共産党行われているところでございます。けれども、まあ、これの、えー、大会の成功へ向けてということで,ですねえー。1月4日にねえ行われました。冬季開きのえー、志委員長の挨拶の方がえー、4面に載っているということでございました。まあ、この冬季開きではね。高校生があのインターンシップ職業体験でね。日本共産党を選んだっていうような記事が。 えー、発言があったわけですけれどもそちらのね面白い。 えー、内容でしたので、こちらの方もぜひ、ね、読んでいただけたらなというふうに思います。まあ、一つ面白かったのは、まあ、その共産党員はあの年をとっても勉強を続けているみたいなところも感心している高校生の、ねえー、話がの載ってたりとかいうところで面白い記事となっております。えー、で、面の方はですねこの間、志位委員長が東南アジア 3, 3カ国訪問した、えー、様子が、えー、載っております。<laughs> ラオスとベトナム、インドネシアとね行った時の様子が載っております。こちらもぜひ見てください。8面の方は、この間、この元旦に起こりました能登半島地震の様子、これ、地震のねメカニズムなんかを解説している地震学の平松さんにインタビューをしている記事だったり、ですね下の方には、志賀原発も再稼働できないということで、この今、志賀原発ね、 えー、稼働はしておりませんけれども、まあ、この活断層を、ね、過小評価していた状態だったりです、ね、あとは避難,避難経路というものが本当は、えー、やされているけれども、まあ、実際、避難するとなると、えーまあ、情報が得られず、えー、全く避難ができないというようなことが、ね、今回の地震で明らかになったというようなことを、この、えー、添田、えー、元朝日新聞記者が。 え、追求しているというような記事となっております。え、12面13面はえ本日え、今回もふるさとめということでえ、京都市にお住まいの方からのえ、お便りということで七草がゆがえ紹介されております。まお正月でね。本当にえ苦しめられた胃袋をこう優しく包み込むということでね。七草粥え食べるということでございます。けれどもま私も正月の方はだいぶえ、ちょっと暴食の方をしてしまいましてねえ。 はちょっっととだいいいいぶ負担かかっているなという,ふうに思いました、えー、そして15面の方はですね、ユ、えースタのコーナーでございますけれども、まあ今回は、えー、本,屋本屋メガホンというところがあるということで、えー、岐阜県内の繁華街にある、えー、書店というところで、ですね、えー、マイノリティの書籍を専門に扱う書店というところで紹介がされております。 まあ、本当にね、えー、マイノリティのある方に、えー、出会ってほしい本がいっぱいあるんだと、えー、店主のこの和田さんが、えー、インタビューを受けております。えー、地方にこそ、ね、必要な書店だと、えー、この方は思っていると、やはり何か、ね、悩んだ時にに、えー、それに合った本が見つけられるっていうことが一番の幸せ、えー、人生を変える出来事になるというような、ね、考えで、えー、本屋をやっているというようなことでございました。 えー、そして見開き16、17面はですね、えー、宮,宮城県の小永川町にあります太陽光の町ということで紹介をされております。まあ、小永川原発がね、えー、これから再稼働に向けてということで、えー、今年の5月に狙われているというようなところでございますけれども、まあ、そこにですね太陽光発電を、えー、使って、えー、それで、えー、返済のいらない奨学金をそこの、えー、から出していると、えー、お日様奨学金っていうね ところで、女、え、川、ー、出身の大学生に年間2万円を給付しているというような事業をやっているということで、えー、小池職局長が、えー、取材にお訪問したというような記事でございます。まあ、これを、ね、まずやり始めたきっかけ、原発、賛成する人も反対する人も、まあ、これからの自然エネルギー、再生可能エネルギーに向けて、えー、一緒に取り組もうという呼びかけのもとで始まったとっいう、ね、本当に素晴らしい、えー、取り組みだと思います。 えー、このままね、おなかで再稼働がね、許されてしまったら、本当にね、被災地、東北で初めてとなってしまいますので、まあ、ここが正念場だというような記事となっておりますぜひご覧ください、はいえー、引き続き、えー、こちらの、ね、23面の方クイズのコーナー,、えー、続いております。 えー、やはり共産党の、えー、クロスワードということで、縦の鍵り1番ですね、大阪万博と一体に夢島で推進されるガンギャンブル施設なんていう、ねえー、問題もあったりしますけれども、まあ、1の盾、ね、ということで、まあ、これは最初の文字はかですね、まあ、ちょっと答えをここまでにしておきましょう。はいえー、そして芸能のコーナーナですね えー、私も大好きなこのののですすねの、えー、新しいアルバムの紹介がされております、まあ、今回は Ado の歌ってみたアルバムということで、ねえー、いろいろな、ね、歌詞の、えー、カバー曲を歌っているというような CD になっておりまして、まあ、本当に Ado の魅力がたくさん詰まった CD でございまして、まあ、私も聴いて本当に、えー、癒される時間を過ごしているというのも家族みんなで聴いているというような状況でございます。 引き続き31面の方はですね先週から引き続きまして上谷教授にこの間の政治資金パーティーの仕組みいやその問題点とかをいろいろと取材で載っているというような感じでございますそして最後のページは32面、今週の人吉高由里子さんが俳優として載っております、まあ、今回の、ね、大河ドラマが えー「光る君へ」ということでね「源氏物語」を書いた紫式部が、えー、主人公ということで、まあ、私の母も「源氏物語」が大好きなので、まあ、始まる前からこの「大、え、河、ー、ドラマ」を楽しみにしているところでございました、まあ、私自身大河ドラマは最初から最後年末まで見た経験がないんですけれども、まあ、今回はちょっと見てみようかなというふうに思っているというようなところでございます はいえー、このような感じで、えー、新聞赤旗、えー、今週後も、えー、内容盛りだくさんでございます。えー、紹介しきれなかったところにもいろいろな、ねえー、記事が載っております。えー、何かお、ね、面白い、おもしそうな記事、えー、絶対あると思いますので、えー、中、ご覧になっていただければと思います。 まあ今、いろいろね、ちまたで大変有名になっている新聞、赤旗でございます。中、一度ご覧になって、まあ、本当に、えー、他かの、ね、新聞記事にはない記事がたくさん載っておりますので、えー、お試しで読んでいただいても構いませんので、ぜひご覧になってみてください。 月々九百三十円で毎週一回の発行となっております。ぜひお近くの日本共産党の事務所までお電話、そして来ていただいても構いませんのでお申し込みの方よろしくお願いいたします。はい。それでは本日の野島 U S K T V はこれで終わりたいと思います。党大会引き続き見ていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。